青森市森林博物館とは、青森県青森市柳川2丁目にある森林に関する総合博物館。建物は旧林野町青森営林局庁舎。館内は博物館向きに改装されているが、特別に復元されている営林局庁室は、かつて映画、八甲田山のロケが行われた場所でもある。展示は、一階垣と森について森林の生態。 森林と人間の関わりなどをテーマにした展示室2階は山スキー、青森ヒバについての展示室がある。また、敷地内に木材加工の体験コーナーと森林鉄道保存館がある。青森市森林博物館は、元は岩手県と宮城県を管区とする青森エ林局の旧庁舎であり、この旧庁舎は日本三大ビ林の一つに数えられる。 青森ひばばを使って1908年に建設された。営林局が新庁舎に移転したのを機に森林博物館となる。館内には森の生態系をパネルで紹介するコーナーをはじめ、木材加工技術、伝統的な林業用具、日本最初の森林鉄道を紹介、展示するコーナーが数多く存在する。同館前提には森林鉄道の車両を収めた建物がある。 車両は3両で、先頭は大旗森林鉄道で使われたディーゼル機関車 G が運在貨車、最後尾は客車である。なお、道館後方を流れる沖立川の対岸には津軽森林鉄道の起点、青森貯木場があった。ありがとうございます。